渋谷スカイんと私もトン,タンんトンタン行きましたもんかか、うん、ああパリピダいいですね劇場版見られたということなんですけど、はい、見たい感想もちょっとお聞きしたいです本土さんいかがですか最高だべ だべー本当にのあのー、もうねあの、まあ、3月の1日からこの劇場公開始まって、うん、もう見てくださった方もいらっしゃると思いますけれども、うんはい、これからの方いやーいいね劇場であのパリピコーメをしかももうギュッと一連の流れでね,、はい、ねしかもあの、うん、新しく撮ったこう私たちキャストの、まあ、キャラクターとしての、ね、セリフだったりナレーションだったりっていうところもあったりしつつ盛り上がれるところがあるのでうらやましいな

ね、ありますしね。<laughs> ありましたね。うんうん、ちょっとねその辺もお聞きしたいですけど、うん、どうでしょう沖谷さん見た時の感想は。はい、あ,あのー、テレビでもやっぱ素敵な作品なので、はい、映像を映えするし、それをねあのー、アニメーションとしてもさらにさらに盛り上がるように、はい、皆さんに見ていただくために作られているんですけども、うん、劇場でさらにその音楽面もあるし何か僕たちの熱もなんか。 さらにこもってるかのような錯覚に陥るぐらい。あ、いや、でも、わかります。そういうなんか、魔法がかかったようなフィルムになってますので、ぜひ、その辺も楽しんで。ほしいなと思いますね。なるほど。劇場版ならではの。ね。その凝縮された空間ということだと思いますけど。さあ、そして、千葉さん、いかがでしょうか。はい、え、僕が演じている壁んは、結構途中参加で、え、仲間に加わるキャラクターなんですけれども。だかテレビで見ている時というか、自分が演じている時は、まあ、壁君中心に。考えている部分もあるので、あの、みんなの物語。 だなっっていう,ふうに思ってたんですよとか他のキャラクターもそれぞれ生きてるんだなって。オーナーも生きてます。オーナーも頑張って生きてるんですけどでもなんか今回映画で一本化してみると本当に栄子ちゃんと孔明があの夢を求めていく作品なんだなっていうのを改めて感じて。でそれを見た時に壁が、まあ 改めて奮起できるみたいな中心があって周りの人たちが頑張ってるっていう何か新しい図に思えてあの自分自身もすごくテレビで見てた時よりもか映画の方が奮い立たせられるといいますかもう最後にかけてああかんか今日この劇場出てからまた頑張ろうっていう風に思いましたね試写会の時も思いました頑張れる作品だよね頑張れる作品なんか本当に英子ちゃんに対する孔明の言葉が優しくて。 あの不安になってる栄子に対する孔明の言葉がなんか自分にもすごい刺さるなと、うんうん、<laughs> 思いましたかなんかあの歌を褒めてあげたりとかそういったシーンがなんだろう劇場で聴いた時の方が僕はすごい刺さりましたね、うん、なるほどなんか「上げ上げポイント」そして「号泣ポイント」などちょっと単語でもいいです、まあ、伝わるような人も単語でもいいですし、はい、ちょっと教えていただけたらと思います はい、はい、本田さん、いかがですか。単語ということで。単語じゃなくていい。単語じゃなくてもいいですよ、ね。<laughs> 騒ぐから、あのやばいこと言いそうになったら。<laughs> あ、名前が合ってたかな。<前>渋谷スカイ。ああ。はい、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 はい。いいですね。もしくは。気球船。いは,いは,いはい、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 はい。飛行船ね。 あ、飛行船なるほどそこがやっぱりポイントかなととあるシーンがあるんですけどそこがもうやっぱりですねあそこ演じる時結構本土ちゃんあれじゃない頑張ったんじゃないそうですねはい頑張りましたね全部頑張ったふわっとするね単語だけだとね何この読みいあそこのシーンねやっぱでもグッときますそうですねでもやっぱその私が挙げたそのとあるシーンっていうそこはんだろうな 歌を歌う英子がまずいてその中でモノローグの英子がいてその後セリフの英子がいるっていうそのいろんな英子がいるんですけどというのもそのえ子のお歌を歌われているのは一応英子役の黒猫さんであるっていうところででもアフレコの時は黒猫さんなのは聞いていたし黒猫さんのことは本当にとても知っていたんですけど。 ただ子の時にどんなトーンで歌われるのかは知らない状態でアフれこしていましたのでなの <laughs> のでやっぱその歌が近くにある時のセリフ収録っていうのはちょっとなんかど,どれぐらいのトーンでいこうかなとかっていうのはやってたんですけど。 でもそのシーンはじめすごく素敵な仕上がりになってまして二人ともねえいこちゃんにちゃんと寄り添って寄り添ってましたお互いにすごくはい素敵な出会いだったのでそこも含めてそのまあはい渋谷スカイのとあるシーンおすすめですこれはね本当に終わってからね行きたくなる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 実際行きましたし僕も私も行きましたちょっとあなたですか 飯田郎してくれてるんです。飯太郎じゃないんです。よ飯太郎なんです。そこで戸惑うな。いやでもそれぐらいやっぱり思い出になるシーンだなとか。ああでも麺類行きますわ。麺類行きたくなりました。なるほど。麺類ね。麺類に行きたくなるね。六本木の。 あ、あ六本木、あそこの六本木ですよね。六本木とか、はい。あそこの会話もね、素晴らしい、この六本木麺類で。類でちょとね、頭を覚えておいていただけたら、あそこだってなりますから。あ <laughs>、トンタン。トンタン行きましたもん。うん、渋谷スカイの後、トンタン行きました。いや、あの、トンタンの、その、まあ、英子ちゃんが。まあ、その、なんか、私は、私で頑張ってて、米は米で、別のことしててっていう時の。英、うん、子ちゃんの、なんだろう、まっすぐさが、ものすごい、なんか、刺さりまして。うんえー、なんか、あの。 普通できないなというか、はい、なんかこのなんだろう、うん、やっぱ僕とか励まされた言葉で頑張るだったわかるんですけどちょっと喋ってない期間でも私は孔明を信じるって言い切れるのがめちゃめちゃ刺さるなってトンタンでは思いました <laughs> いやいやいやまじゃあトンタンも見どころという、ね、そうですね見どころはまず二つ出ましたじゃあ最後沖合さん僕はですね渋谷のトレーラーですあ一<ー><ー>連のもう最後の方とかうわって。